かミッドか。ミッドもなかなかに嫌だな。まあ、どこのレーンに来てもディアは嫌ですか。うん、予想外の動きするから何されるか分かんない。まあまあまあ。あ、そうでね、すごい使ってるからな、エブン。SC 何がいたっけな。シェケイト、どっちか。シビア、アセサノどっちだよね。一年と僕ね、かなりうっかり捕まるたちなので。そうですね、私もそうなんですよね。レオナででもな、やはそう、どこでダメージを出すかっていう話になってくるんですよ、ね、そうですよね、私はちょっとダメージが出ないので CC 要因でボードがピックされたんで、はい、そうですね、ライズアリスターはいらないですね、うん、あ、ライズかライズダイアナかな、なんかダイアナを使ってるっぽいから前回使ったピックを消していく。ああ、前回までは見なかったな。あ、グラガス消したいな。赤スイス、グラガスやつ。ジャングルですか。いや、ヤスオがいるんで、多分相手ジャングラーまだ見えてない。あ、大会で。ファイト。じゃあグラガスで。グラガス、はい。はい。ドアバートでスト。オッケニーよりはちょっとエッセンスリバー行きたい。レオナ消してきたか。ああ、よかった。あ、でもノッチロス、まあ、なんとも言えないですけどね。レオナだったらノッチをなんとかできるっていう。ただ、こっちにそれをしていいのかっていう、その問題が。まあ、足取ったからレオナ怖いだろうね。あ、そうですね。うん、ただそういう。ダイヤだ。まあまあまあ。エッセンスの ID でいいかな。そう。やろかザイラで行くか、うん、いやでもダメージちょっと出したいですね。ダイヤのジャングルあるから、うん、どっちかな。まあザイラかな、普通に、はい、普通にっていうと申し訳ないですけど、できないからやるっていうのもあるんですけど、私負けるしかないかなかったから、やっぱ冒険に行くんだ。確かにこれ野草ジャングルなの、うんああやりそう。ダイヤの人とか野草ジャングルは全然ある。野草ジャングルはめちゃくちゃついと思う。ノッチで入られたらちょっとさすがにどうしようないな。自信があるんでしょうね。まあうまいことボコセレ早いんだけどな。インベードとかは大丈夫ですか。インベードは警戒した方がいいですね。ノッチがいるんで大丈夫ですね。そうですね、入り口にワードだけ置いて、はい、ボットの方行きます。ただ安のジャングルこれ AP 多いですかね、うち、まあ、そうですね、まあ、大丈夫じゃないですか。私が AD だとないとガレンとノッチぐらい、うん、ガレンかガレンは今ガレン OP、ね、OP 今 OP です。モバイしないと今吹き積みですよね。タンクとは見なせるんだかとか。確かになんか柔らかいな。武器積んでるのファイターですよね、うん、まあそうですね、どういう今はガリンはどっちかというとファイターそうじゃん。レーンをあんまり押さなければガンク絶対食らわないと思うんで、はい、クヨッチおープレステージ持ってるあの人すごいすごい。序盤をそれで過ごしていいのか若干いやでもあどうなんですかね。ノーチにボットレーンはノーチにさえ捕まらなければ多分キルを取らないんで、いやまさしくノーチにさえ捕まらなければ、はい、あきついだろうな。ちょっと CS 多くできるか、
CS じゃないけど、ミニ四駆。ルートからヤスオに入られるっていうパターンで、ちょっとぐちゃぐちゃにされること。そうですね。さすがに序盤で。あのダイアナのウルトとかも浮きますよね。そうです。ノッチのウルト見えたらもう足元にウルト引いた方がいいですね、サイラ。そうすればある程度カウンターできると思うんで。ああ、なるほど。一応イグゾも、エグゾも持ってきた。あ、確かに。イグゾもあるし、まあいけんじゃない？まあいけんじゃない。ああ、でもダイアの人がホルなんだのか、そこそ。あ、やっぱ、野草ジャングルですね。ですね。見たことないですよ。むちゃくちゃな構成してくんなぁ。ただこれ多分通用するんだよ。バランスは取れてるんじゃないかな。結構そうだ。インシエートいるし、AOE が M でアサシンダイヤのして。自分結構多分今回ナイトジャングル入ってそう。はい。邪魔をしたい。はい。じゃあ押した方がいいけど捕まっちゃダメなんですね。押さざるを得ないです。押さなくても別にいいです。強制だったら逃げれる。はい。ポップはある程度。感じはします。ボットはまあ、ボット側はあんま入んないと。はい。あ、これ、はい、ロード終わってます？私画面が出てないけど。一応 100% だけどまだ入ってない。あ、ですか。大丈夫。あ、よかった。あ、今終わりました。なんだかんだノーパソなんで。ちょっと遅いんじゃない。ロードができるだろう。あれ、トップは押さない方がいいんですか？いや、トップは別に押してもいいです。押してもしようかな。はい、まあ、ガレンに対して死ななければもう何でも。最近のガレン、ファントムダンサーのせいで、詰めちゃう、詰めます、うん、ウルトのダメージ計算ミスるんですよね。シールドってね。で、勘弁してほしいですよ。まあ、多分ミッドとトップを多分ガンクすると思います。はい、どっちもブリンクない。ボットは結構事故りそうな気がする。そうですね。みんなやらない、ね。MF とのうちにバーストある。いや、ディアさえ、ディアとゴールドさえなんとかすればって言ってたんですよ。はい。あ、ボットかゴールドいるのか。まあ、そうですね。入るなら、トップかミッド。どうしようかな。どこに置こうかな。ヤスオ、ヤスオってどうやってジャングル回るんだろう。わからない。ねえ、どっからやるのか。結構虫取るのか。フリートじゃないし、しかも。いつだったらワンちゃんもあれっけど、うん、あ、ケアとかないか。どれちょっとここ怖いんで。どうも見すぎたかな。どうなんでしょう。あ、いつもならもっとやるんですけど、ね、バレンすぐ来たんで多分トップスタートではなさそうですね。まあヤスオが、あ、まあ、ボットがさ、ボットな、罠使ってるから、多分。ヤスオはカスタリオ。は？ヤスオなんかいるんだけど、ここに。どういうこと？は？行きます。ほんとだ。あ、大丈夫。いいっすか？大丈夫です？うん。あ、そうか、2レベルになるまで行くのはあれだ。あ、ノーチが寄ったかな。あ、帰ってきた。早計すぎた。あ、お見事。ごめんなさい。ナイスです。いや、わかんない。どういうこと？どうしたの？赤枠持ってたんだよ。でも早すぎないか。あまりにも。でも。いや、でもまあ赤バフ取れたなら。ちょっとごめんなさい。今の。アホだった。行った。もし本当はミニオンと同じ位置にいるといいんですけど、私が、気持ちがいるから、まあ。あれだな、完全に事故りそうだ。ちょっとごめんなさい、逃げ腰になりますか。はい、大丈夫です。ちょっと引こうかな。行っちゃったな。そうトップですね。はい、オッケー、行くわ。微妙か、微妙すぎた。おお、さすが。
とりあえず序盤で。アレさんがトップから消えました。はい。序盤マスター、マスターじゃない、リアを。ミッドいないかな。邪魔バード。なるほど、ミニオンの後ろにいないと、ここに当たる。ただ、ミニオンの裏にいると、長弾食らうっていうで。でね、多分。いやらしい。そうですね、あれでしょ。ちょっとワード置いちゃいます。ちょっと押しすぎちゃったかな。そこに押した方が安全なんですけど。はい、おっと。いや、MF がそんななんで。逃げるな、よく逃げるな、お前。ザイラが行くと逃げるのか。なるほど、CS 邪魔するのは。これが嫌。本当だったら、ネコバは、ネコバは取ってくると思うんですけど。ヤスオ多分ボットに来てると思うな。あいて、うん、そう見たくない。すごい。いやー、ボット来てると思うな。あー、トップ映ってないですもんね。フリーズしやんな。バフにいる？いない。ああ、バフ取ってますね、でも。赤星最初の逃げてたんですよね。うん、逃げてた。ああ。とはまあ。まあ、いないのはまあ、このクラックにいる場合もあるけど。絶対のうちの範囲に入らない。多分引くまで、うん。ミッドバックしてます。そうですね。はい。やつジャングラーやってる、じゃあドラゴンやってるとかないの？いや、いつも最近なんかよく取られる。バイじゃった無理。どうしきりたいの？やった。くそ。くそだな。すみません。いやー、意外にやっちゃった。いやいや。見づらい。CS が あ、なんか対戦お願いしないんだよな。ミッドミアかもしれないです。ミッドミアです、ね、あートップか、ヤスオナイスワード。ダイアナはボットに来ようとしてた。ワード貼ったかもしれないですね、ボット。ワードでしょうね、戻ってった。タッ、おい、ちょっとミア少なくなる。できますね、うまく晴らすできないな、申し訳ない。いや、大丈夫です、はい、私が合わせられないんで。フォワード置きました、相手。はい、ミッドがね。あ、ごめんなさい。あ、大丈夫です。すいません、ミッド見てた。すいません、本当はレーン引いてあげればよかったんですけど。いやー、レグナイト使ってないなと。レグナイトもあるし、ちょっとここでもっと一度目にしたいと思います。なんか刺した。フラッシュ落ちたりしてました？してないですね。お。あ、いた。やれます。フラッシュされるかな。こっちに来てくれれば。フラッシュした？誰か。いや、しませんでした。なんかフラッシュの音したけどね。フラッシュの音はしましたね、なんか。うん、多分どいつがやったか知らないけど、どっちかな、うん、まあまあ、やっとフラッシュした。はい、ちょっとこれ6レベルにならないと話になる。いやー、フラッシュ落ちちゃったな。いや、でも、ありがとう。あそこでどうでもいい川の底見て見せてくれな。うん、すいません、農地が歩くかもしれない。地がちょっと歩いてるかもしれないです。うん、ルルトはまだレベル5か。ボットが青枠ない、はい、そうですね。青バフがない。作れ、使われてた。
人がいない。キロットって書いてある。ドミアで。うん。うん、押してこないのは偉いな。フリーズしてますね。まあ6なんで。人いないね。なんか長いな。ホップにかけようとしてた。どうしようかな。これちょっとさすがにドラゴン怖いんですが、ワードがないんですよ、ね。そうですね。一回だけ。あ、ね、あ、やっとドラゴンやってマジか。うん、それ寄れます。やっぱり。寄る。はい。後ろからなら寄るか。前は無理そうだし。うん。あ、やめてるんだったらいい。まあ、やめてますよ、ね。おお、よかった。打って。ワード。あ、上がっちゃいましたよ、多分、ノーチラス。こっちがいた。あー、すいません。どうかな、行く必要なかったか。いやー、ごめんなさい。ウルト。あ、TP してくれてる。来ます。TP こっち来てます。チョガスが。ちょっとフラッシュウルトするような状態じゃないな。まあまあまあ痛みは、はい、ストレス、あ、不思議です、全然どういうのさっきボットにいたんですよね。こっちがまだ映ってるんで、はい、プレート1枚ぐらい、そうですね。ちょっと挨拶が行きたい行きたい、あ、そしてウルトある、ウルト、はい、あーあー、まあちょっと狙いすぎかな、ライアー来てます、はい、打ちます、ちょっとスプラッシュがないのでヤスミットミットですね、あ、持ってるかな。ドラゴンにまた挑戦するのかな。私がウルトないから。微妙だな。バレンさんまだ戻ってこないですね。ダイアナがいないかな。ない。行ってるってこと？ないっす。あの高上がったら打ってもらっていいですか。CS はいいが。まあそうですよね。本当になんか仕込んです、ね、どうなんでしょうね、ウルト裏からちょっと回って、うん、いねえな、ダイナマタ系とかな、これ青バフもらえますね、一回、はい、はい、これやるような、またかよ、このクソがね行きました、行きました、行った、そしたらミッドに行ってます、やってますね、これでポークします、ポークします、あー危ない、下がったかな、まあダイアナ降りてきた、多分左がいる、ダイアナ行ってます、ダイアナ行ってる、ドラゴンはできないはず、やってるんだ、やってるね、ウルト4秒で挑戦するんだ、行きたい、 TP がないからでしょうね、あーマジか、わーお、うん、来ちゃった、うーマジか、今のピカッチャーかミス、なんかダイブされそうだから、これでちょっと、いやフルト打てばよかったのかな、うん、すごい2倍ついちゃうな、ポポツポツ落としちゃうんですよね、まあまあ、これは半分ぐらいいかれるかな、ついな、引き際は早いな、取れるはずのアドバンテージを取らないのか、あ、ここにあるな、ちょっと苦しい、バレーキャスだ、
は？マジでどっからできた？降りてきた。ちょっとごめんなさい、水戸。はい、そうですね。あー、惜しい。でももうちょいで惜しい。待って、安尾どっからできた今。あ、マジか。フラッシュしてきたから、多分。これは、トップはやるしかないっすね。多分、でもここにいたと思うんだけど。フラッシュさっき9の時に使ったから。あ、そっか。EQフラッシュしたんで。マジ？そんなとこに。苦しいです。いやミッドそんな守る価値もなかったかな。まあボットよりはミッドの方が大事なんで。まあすうんディクスローはそうなんだ。この違う。ミッドごめんさん裏から入られてる。ミッド3人ぐらいいるかな。ミッドダイブか。どうなんでしょう。いやらしいこと。トップこっち来るかな。いい感じにコントロールされてるな。痛いけど、ちょっと帰るとミッド掘れ、無理なく折れるな、これ。ああ、青もらってるってことは、ここに安いの？わかんない。一人でできるもんなんか。ちょっと間に。トップ、うん、そうですね、ちょっと暗いか。あ、トップだ。野草がいました。ナイス。今、ノーチまたミッドですね。いい、降りてきた。ここ怖いな。あ、今ちょっと MF がいっちゃったかな。ましたね。おお、食べられた。ポテト自体からちょっと遠距離すぎるかも。ポット側からしよう。のうちミッド3人いる。寄ってるかな。ソリーと押しちゃう。ゆっかり行くと俺が死ぬ。弱いから。おっとフラッシュが。あぁ、ダメだ。ポテトした。おっと、あ、すいません、ミッドこれはごめんなさい、無理っすね。ちょっとウルト込みでも守りきれるものではないっす。降りてこい。苦しい。はい、ごめんなさい、ボットがそうですね。ドラゴン行くって頑張るな。ちょっとこれ行くと死ぬかしら。あ、ドラゴンは諦めて大丈夫だから。何か他を取りますか。あ、インファと土か。ちょっとしんどいバリエーションになってしまいました。どうしようかな。もうどこに置こうか。ヘラルドピンクを差し。あ、間違えた。ヘラルド行ってないか。あ、おっと！悪いことしてる。おい、撃ちました。当たんねえかな。どっちも外れた。
ああ、ボットにいるんだ。すいません、ちょっとボットに行ってきます。危な。今飛んでこないので。イグゾがある。ああ、4人ぐらいいる。ちょっとね、仕掛けると死にますね。そこはちょっと危ないのでは。あ、すいません、私ボット行っちゃってる。うん、ボットをしそこ仕掛けられると。セーフが欲しいな。うわあ、これこの連中相手にセーフはちしんど。CC かけられたら即ですなんだよな。マリオフットコア。いるいる。じゃあちょっと一体ワード買いに買う。買います。あ、安田トップに。しんどいなあ。すいません。ここワード置かれました、ね。多大な負荷。いやいやいや、もうなんか。いや、ミッドに行っちゃってるからな。もう序盤からくれてやる人がここにいるので、ちょっと。ドラゴンは3分。この負荷は恐ろしいな。一番照らしていかないと。そうです。内側入れて、ピックできれば。そうですね、大丈夫です、大丈夫です。私は全然押さないんで。オーラで何やってんだ。まあブロンズとシルバーがいるんで、いないね。そこはちょこっと足を引きつけて、まあ、ダイヤの人ならね、かなり支持できると思うんで。そうなんすよね。どこにいたりしねえかな。あ、なんかいるな。ノッチがいますね。うん、じゃあ誰かと一緒に来てるのかな。当然まあ2人出しようけど。あ、うん、あそこから打てないと思うんだけどな、壁。何にも、あ、いや、ウルトが打てるかな。あ、なるほど。ウルトが売れる、打てるからなんだっていう話なんですけど。確かに。あ、また、あ、ちょっと、あ、しまった。あ、すいません。聴覚そこでやってると死にますね。それは死にますね。おー、ナイス。撃っちゃった、撃っちゃった。あ、ごめんなさい、あの前。おー、来た。ただ、あれがいない、ミッドの人がいない。横からダイヤナが入る。はい。ナイスです。まあ、こんだけしまってやれば。私、あんまり前に出れないかも。まだね、なんとかなんとかなんか全然ナイス挙手。おー、いいっすね、これナイス。あ、ごめんなさい、あ、取れたすいません、全然してないけど。ちょっとあーちょっと見通しが明るくなった。よかった。ヤスオは死んでるのか。はい、ヤスオは死んでます。今、後ろから狙われる人のことはないです。どうしようかな、ボットに行った方がいいのか。ドラゴン1分なので、はい、ドラゴン1分ですね。じゃあボットをちょっと押して、なんか、なんでこう強い時だけドラゴン強いのか。そうですね、本当に。そうですね、なんかドラゴンでいらないのってオーシャンだけです。まあオーシャン、クラウドもまあ比較的マシですけど、まあ、いらないっていうか全部いらなくはないですけど、だから多分全部強いんだと思いますよ。火とマウンテンが強すぎる。火とマウンテンがね、取られると死ぬっていう、結構死ねるんで。あの仲いいですね、あの2人。そう、あれっすね、自分防止できたんで、ドラゴン戦睨み合えれば、後に捕まらずに睨み合えれば勝てるかな。あと20秒ちょっとはもうあり。一応超ガスを待ちつつミッドレーンを引き上げる。はい、よしよし。なんかすいません、下手くそなんで消し光になるんですか。ミッド押して大丈夫ですか。はい、よしよ、ミッド、うん、ちょっと、うん、まあそうでしょうね。僕の体が強く置いてやったんです。ここ危ない。まだボットをしますね。あ、ヤスオ寄ってくるかな、ボットに。ヤスオ始めそうだな。そうです、ね。始めて待ちね。やりは、まだやれると。フォークはあるんですけど。フォワードありますね。オッケー。そっち側戦ってもらえると。あれだな。ナイス？おった。うわ、くっそ！あ、遠い。ヤスオはいないからまだマシ。うわ、ガレンが強いな。ヤスオ生きてるわ。あ、生きてるんだ。しまった。
すいません、私が押してたから寄るのが遅かった。難しいですね。一瞬で落ちた。いや、あっちかどうか。いや、そのチャームに、なんか、合わせられればな。槍の CT が、なんか。いや、そう一瞬で落として、いけたけど。そうっすね。ちょっとやっぱ、ノーチがきついです。あいつがどう？ボディーブロック。ノーチの Q で、そのウルト、合わせられちゃう。残ってるんだ。いいこと仕事しやんな。ですね、多分今の下がったと思うけど。そっか、そりゃそうだよ。ちょっとじゃあ、どうしようかな。トップだったかな。バロンガール。マウンテンズインファーナル。なあ、そっか。じゃあ自分がボットしますよ。ちょっと TPR で。あ、ごめんなさい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 。地下掃除に来る。ああ、取れない。ディアナ落とせんか。どうなんでしょう、サンキュー。ディアナやりますか、それ。ウルトあります。はい。当たってくれた。おお、ナイス。ごめんなさい。ナイスです。ナイスです。ナイスです。フラッシュはいらなかったな。もうあれで当たっていいんだ。ミッドをプッシュしてほしいな。はい。一人だったら自分、はい、落とせる回復あるんで、はい、集団戦はちょっと睨み合いたいけど、ハラスのアローからだったら、ね、あ、ごめんなさい。よいしょ。ボットの幅を折るのに、はい、一回取ります。ああ、なるほど。あ、いいっすよ、ミッドは。はい、ミッドで、いて。あ、安岡、安岡、はい。プッシュしちゃって大丈夫ですよ。ボットが折れるかな。逃げれそうっすか。これで折れるんだ。ここワードです。はい。2人には仲良くお相手していただきたい。ダイアナ3人。あ、ダイアナ後ろから待ってます。3人、3人当たられたら怖い。いや、それはですですね。よいしょ。帰った。いないよな。なんかあります。はい。ケアにもあって。ブラザナ、ごめんなさい。ワード買いに行きます。はい。ちょっとこれを知ったら帰ろうかな。うん、バレに来た。はい。3、4人ミッド？プッシュしてくる。なー、そういう雰囲気だな。あー、どうしようかな。すいません、一回帰っちゃいますね。トップに流れちゃって。ミッドが寄ってんの？うん、でもミッドもセカンドパワーないか。そうですね。多分。ただトップが、ティアするとバロンやられるから、ちょっとトップ行きます。ボットが行きます。いや、そうボットで。バロンのあたり。バロンの道。バトンとトップ側のジャングル欲しいですね。ヤスオミッドボットです。あ、ボットに。すいません、ミッドしますね。ミッドを止めて。はい。はい、この辺で。止める。もう。あ、じゃあトップした方がいいのかな。ミッドでいいですか。はい、アセとザイラはミッド、はい、残った。結構削れてる。あ、これ超ガース。あ、ミッドいなくなった。ノーチとか、ね、じゃあミッド。相手そんなにキャッチ性能高くないんだ。あー、なるほど。トップ押します。はい、いいっすよ。じゃあ一緒に守った方がいいかな。ボット。あ、いや、そう来てますね。はい、5人いるってことか。ザイラのここら辺で嫌がらせる。また時間。これミッド押してたんですね。はい、ミッド押します。ザイラと、ザイラはこっち、あ、はい、そこちょっと危ないかも。ここに一緒にいてくれれば。
して、ま、あ、待って近くドラゴンですね。あーですか、じゃあ安いかな、でもこれトラはさすがに 3マウンテンだけど、そうですね、早すぎるしな、2個、バロンが早いですね。あ、敵ジャンが入ってきてる、はい、あ、これ与えに来る、ちょっとごめんなさい、逃げ押しで、いいや、これは無理、生きて生きて、いや、トップ大押してるんで、行ってるんです、2つフラッシュ押した、あー、じゃあまあまあまあ、まあ、どこにいるんだろう、これはこのまま追いたいな、からっかやすい、無理か、まあ、バレン足早すぎる、の方によります、自分がジャボットを押しながら、はい、ミッドをします、トップを押してるんです、当たってる、ボットに来た、野草がいるの、落とせるかな、硬いかな、ナイスキル、まあ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 、すいません、ストップです、ミッドをして、ミッドを降りましょうか、はい、野草生きてるの、自分ボットします、はい、トップ誰も処理しに行かないの、HP、 まあそれであればありがたいです、そう、野草が来ると思うな、回復して、はい、了解です、多分まあ指揮する側もちょっと忙しい、あ、トップだ、トップ止めに行った、降りてきたい、はい、降りましょう、はい、帰りまーす、すぐバックしてバロン対戦、はい、ましょう、バロンの前に終わってる、バロンとあります、ね、オッケーです、ヤスオトップ側にいるんでトップ側気をつけてください、一緒に行こう、ここで残せないのかな、それは、おぉ、リコールしてトップ行きます、ミッド順行きます、じゃあ自分ボット行きます、はい、はい、お願いします、お金止まってたけど、急ぎでワード取り、ワード取り、ワード取りしていきます、はい、今日筋肉はにこかったんで、ボットに MF と野草いるんで、はい、あ、じゃあビッバロン前の視界を、野草どこいるんだろう、ボットが軽いから、でもジャングルないのに、あー、ボットだ、ボット、ボット5人で押してる、大丈夫、ミッド、ミッドプッシュしますか、はい、バロン、あ、ザイラ、大丈夫、大丈夫、これ戦える、戦える、はい、戦う、キャッチしたい、あ、ごめんなさい、下がっちゃった、野草寄ってるの、野草が寄ってますね、はい、ミッド、うん、ミッドのプッシュ止めてもらって、ザイラその辺にいるか、あー危ないです、絶対危ないです、いやでも私取っても何もいいしないから、睨み合ってる、あー、ボットヤスオ、ヤスオが変なとこ入ってきちゃった、ヤスオ行きたいな、これ、あ、ですか、ナイス、打った、いいですね、ナイス、いいですね、ジョガスのあれに合わせるのか、フラッグだな、4人全員でミッドプッシュしてください、はい、そうです、よっ、はい、あ、ジャングラー落とした、うーん、でもまあそうですね、ちょっと MF のトップも押したいですね、はい、うん、じゃあこれ押したらもう行っていいんですか、トップに、いや、自分が押します、はい、これとは押し、じゃあ当たられないように、そうですね、当たられないように、野草まだ死んでる、このまま正直あのずっとやり続けてインファーナルまで時間、はい、インファは絶対これ取らないと負けなんで、野草上がったタイミングで多分脳地がうると、あれ、あれ、後ろから、ナイス、これ逃げていい、逃げていい、逃げていい、あ、ナイス、あー全然見えなかった、すいません、ピンク刺したんだけど、これリコールして、はい、ドラゴンボット側に4人来てるんでラッシュしてもいいです、ラッシュ仕掛けるふりしていいです、はい、いやでもインファ取られるときついんだよなこれ、うん、できないから、買い替えるの、これだけ取って、これは絶対取りたいんで、あー安っ、おー、ボット行ってるのか、バロンに触ってほしい、うん、どうなんだろう、後々のことを考えたらドラゴンなんかな、
いや、まあ、インファ2。逆にインファをラッシュしたいですね。なるほど。調達もいるんで。Okay、です。あ、インファ行こう、インファ、インファ。はい。ダイアナ没頭してる。ウルトはあります。安尾トップ4ね。バロン、諦めてバロンの視界取ってる。多分。調達のウルト取ってる。今、これ、バレない。バレないんじゃなくて、多分捨ててるんだと思うな。そうですね。オッケー、これでかい。はい。でかいですね。まあ、とりあえず。あ、ゴミ散らかしちゃった。これはインファじゃ、なんだ。気をつけて。来るか。ヤスオどっから入ってくるかな。ヤスオ事故が。いや、バロンところに一応。相手エンゲージャーが、のちしかいないんで、はい、のちさえ気をつければ。あ、なるほど。大丈夫か。で、多分これ相手、バロンを、このベイトして、はい、多分この辺にいるんで。はい。そうですね。ちょっとボット調和数。はい、誰か見えたらウルト打つんですけど、私ピン、あ、一旦帰りますよ、自分、はい、2000あるんで。私もちょっともう一回ピンク取りに行こうかな。突破してるし、ミッドもらおうかな。うん、ミッドファームシーズ。サイドにワードけてるんだ。あ、やだな、MR 積んでないのに来ちゃったよ、ダイアン。まあでも大、あの、ボーストリッチ弁に一緒に行ってんだ。なるほど。大変なの割と結構甘えてたです。うん、ワンチャン。焦る。こっちが片付けに。こっちが来てる。下ってきてます。はい。マスオは見えない。そうですね。違う。あれがトップに顔出すので多分当たってくるかもしれない。あートップに行きます。視界取り返してるのか。視界ですね、うん、ここだけ 取りたい。じゃあ連押してザイラ危ないかも。ここからガレンが上がっちゃうかもしれない。ガレンいなくなった。チョガスのスプリットが強いんだ。なるほど。そうですね。もう睨み合いしてれば。いや、そう、いる、いた。あ、ミッドの方に。一緒に。上がってきてますね、ミッド。ミッド押しますね、多分。ミッド押せば出てくると思う。いや、これ、ちょがす誰か止めに行くんで。うんうんうん。ああ、帰ってきた、帰ってきた。ミッドに。OK です。間違えた。ビジョン置こうとしたら、ゾンビ使っちゃった。ああ。ミッド、寄ります、自分。危ない。はい、うん、そうですね、ありがとう。これ、相手ミッド、多分割れないと思う。はい。ちょがすは教えてあげます。はい。二人はいるけど、野草はやっぱりいないかも。野草は見えないですね。じゃあ、フォーク、フォーク。あ、いるいるいる。脇から入ってるだけで。なんか入ってきたね。南あるだけでいい。はい、うん。フラッシュした。引いて引いて。はい。全然もこれは別に、トップがプッシュレーンなので。うん、野草だけいなくなった。野草トップ側にいます。はい。誰も周りから。じゃあ止めればいいのかな。これ焦らないように止めた方がいい。うん、バックを止めて。おっと。おい。ナイス。ナイス。勝てる勝てる。あ、やべ。なんか。あ、やべ。ああ。全部取られるなこれ。あ、くそ。いやー、すいません。やっぱり、押してくれてましたもんね。でも、帰ろうとしてたから止めなかったし。あ、バレンだけで行くか。まあ、しょう。何買おうかな。火力出るな、あれ。重症かな。ハリケーンでいいんですかね。GA 積んだ方がいいのかな。GA 積んでんな。あ、強っ。強い。あら。勝てる、強い。征服者。さすがにドラゴンじゃん。え、何そんな。あ、おドラゴン、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 ドラゴン。すいませんが、やば。え、マジか。あ、終わったかこれ。当たっちゃダメだったんかな。GG でした。わあ、今のでも当たってれば。だったらいいやって感じ。まあ、どっちもどっちって感じですね。当たんなくても確かに良かったかもしれないけど。でも当たんなかったら帰っちゃって。まあ、序盤でちょっとアドを稼ぎ損ねたのが。ありがとうございました。すみません。やっぱり私の寄り方が悪いな、序盤の。
難しいですね。パームしないといけないけど。いや、まあ、特に僕、今回特に序盤が本当に良くなかった。いや、全然、1回しか死んでないと思うんですよ。タワー折れる前。それがね。